こんにちは、こんばんは、やさまるです。今回は村雨に挑戦したいと思います。このパーティーがね、村雨ゴリゴリパーティーなんですけど、やっていきましょう。このパーティーはもうかなり余裕だね。フレンドはもうガブかな、まあ、ガブじゃなくてもね、さっき重心か、あの子ホーミング出すやつ、ワールドか、ワールドもかなり強かったけど、やっぱりこの子の方がいいかな。すごく楽、電撃がやっぱり強いね。であとはサジはキラーも妖精キラー持ってて、アヌビスだったっけ、シリウスも今シリウス持ってから、シリウスはほらもうね、村雨キラーって言われるぐらいだから、よしぐらいだから、まあ強くて、ウリエルはまああの光とね闇の属性の関係で最強ということで、まあおそらく負けないんですけど、なかなかね、あの闇村雨って言ったら、スピクリが意外と難しいというか、だからこのパーティーだとね、かなり余裕にいけるので、あー強いなー、やっぱ電撃欲しいわ本当に欲しい。これは、いや、これでまだ終わんないかな。終わったね。いやー、もうこれも身食わせなきゃいけないね。あ、はい、身もさ、この間やったシャンバラもベートーベンか、進化ベートーベンで身が1級だったんだけど、まあ、ちゃんと特級ね食わせないとなと思ったし、よいしょ。でまあシリウスもね、こういうところでかなり活躍してくれるから、ナイス、ちゃんとね身を食わさなきゃいけないね。これ倒そうか、よーし。やっぱでもみんな、でもサジも強いかな、サジも運枠ではあるんだけれど、かなり強いっていうのは変わりないね、変わりない。みんなにね引きを劣らないぐらいの強さがありますよしよしよし、サジもねちゃんとね、なんだろう、運枠だから連れていくけどっていう感じの運枠もいると思うんだけど、サジはね別に運枠じゃなくても連れていける気がするんだよね。よし、そう、ここもすぐボス来たりするから SS がたまんなかったりするんだけど、で次誰だ、 OK、 ここでもビリビリ当てちゃって、いいねこれ。なんか最近あれだよね、ボスの周りにシールドとかビットンとかまとってると、もうこの子だわって思っちゃうよね。やっつけてくれ、 OK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 。とりあえず早めに終わらしたいから、よし、シリウスがいなかった時は本当に SS かなり貯めてウリエルで使ってゲージ飛ばしとかやってたんですけど、このパーティーだったら、まあ、SS が溜まってなくても、よいしょ、結構スピクリができるから結構ねこれに落ち着いてます。おい、いやー強いなー、シリウス強えな、シリちゃんこれ、しかもそうシールド持ってるんだよね、これがね地味にいいんだよね。はい、 OK かな、よし。でここでねウリエル撃てたらよかったんだけどね、サジどうしようかな、撃っちゃおうかな、サジ撃って、サジ撃とう。これがね最近ね下手くそなんだよね、こういう貫通でシュッシュッシュッってやるやつとか、山竹とかさ、まあ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 、ちょっと下手くそだったかな、まあ、でもいいでしょう。ウリエルで電撃当てながら、いつまで戦うの？
よし。で最後は右側にいましょう。左にいると、まあ貫通だから大丈夫だけど、左にいると結構抜け出せないっていうのがあるんで、反射だとね、貫通だとまあそんなに気にしなくてもいい感じはするけど、でも右にいた方が SS もうまくダメージ与えられるかなっていう感じで、ほっ、あーやべ、 iPhone の充電が 4%、 これはいけるね。ウリエルもね、一個前のところで使いたいんだけど、よいしょ、まあ、ウリエルは使わないでいこう、怖いから。よいしょ、うん、これはいけたね。チケットもさっきやって全部色揃ったから、村雨をねやっと神化できるなというところで、シリウス行ったね、かわいいナイス、かわいいかわいい。ちょっとちょっと反応しないよ、反応しないよ、たまにあるよね反応しないとき。よし、まあ、チケット1枚落ちてくれれば、ね、水が足りなくて、でさっき水落ちてノーマルでね、落ちろ、おお、ナイスナイス、オッケー。よし、ということで今回は闇村雨かなに挑戦したんですけど、チケットが全部揃ったので、シリウスはどうなんだろう、全部に行けるのかな村雨。まあでも全色揃ったので、村雨神化頑張っていきたいと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をすると最新動画が見つかりやすくなりますので、パソコンの方は右上のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットの方は下の登録ボタンから登録お願いします。ではでは次の動画でお会いしましょう。